OK。よし、アラントさんいきますね。 ラントのこのラジオ知らんと。お昼1時を回りましたラントのこのラジオ知らんとのお時間です。この番組はギノワンヒルズ通りにある FM ギノワンのスタジオと愛知をズームで結んで配信をしています。この後13時30分まで放送します。皆さんどうぞお付き合いください。皆さんこんにちは。愛知県在住 FM ギノワンディズナー。 最近のつば手気味のラントです。今日はですね、通常の番組を変更しまして、あるお方にですね、メッセージを送り続ける30分番組をしたいと思います。はい、えっと、ミキサーは通常運転のこの方です。はい、天に願うと書きまして、天眼ことアッキーラです。 はい、あケらさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっと7月30日日曜日ですけど、えっと7月29日の土曜日にですね、えっと高校野球の愛知県大会の決勝が行われまして、愛知はですね、えっと中京大中京高校が愛知代表として甲子園で、うん 頑張ってくれるそうで沖縄はですね沖縄小学さんが代表でしたね多分そうです,、ねはい、うです合ってますはい、うん、なので皆さん高校野球も応援していきたいと思いますはいよろしくお願いします、はい、お願いします はい。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスはラジオア r a d i o g m a i l c o m です。ラントの綴りは r a n t o ラジオの綴りは radio です。この番組の専用のメールアドレスとなっておりますので、メッセージ、リエスト曲などをどしどしお寄せください。また、この番組は YouTube でも配信をしています。 YouTube をご視聴になりたい方は FM ノワンのホームページから見ることができますのでチャンネル登録・高評価の方をよろしくお願いしますまたサイマル放送でも番組の放送を行っておりますスマートフォンアプリリスラジカマイチューナーラジオをダウンロードしお聞きくださいそれではここで1曲お届けしましょう ラストインプスで何でしたっけ、はい、あれなくなっちっ大丈夫ですでゆっくりでラストインプスであれここにあこっちだごめんなさいラストインプスですパークルですどうぞあ お届けした曲は「ラットインプス」でスパークルでした次はこのコーナー行きましょうラントークと今日は行きたいところなんですが今日はですねちょっとですねある番組のお方をですね送り届けたいと思い今日はですねラントークの方はお休みとさせていただきます と今日本当は、えっと、放送するテーマ内容はまた次週、収録の時に読みますので、今日はこのコーナーに付き合ってください。とです、ねえっと、今日ちょっと皆さんにやりたいことは、月曜日夜22時からやっていた壊れかけのラジオがですね明日31日で終わってしまうんです。 はい、なんとラッドのなんと, <laughs> とね。<laughs> 寒いおじさんはちょっと置いといて。置い,て置いときまして。アキエラさんの相方のチョックンさんがですね、はい、なんと沖縄を離れてしまうということでですね、はい、ちょっ最後にチョックンさんにみん、ね、アキエラさんと私から感謝の意を込めてちょっとメッセージを。 送りたいと思います。ええー、本当、はい、になんて素敵な番組この回、神回ですね。今日はね。神回、神神回じゃなくて <laughs> いやそ。そっち?。そっちの神神。いや、でもね、この神神具合も含めて。なんかこの思いが伝わるといいなと思ってます。はい。キきラさんに質問なんですけど。はいはい。あ、きらさんとちょっくんさんは。いつ頃からラジオを始めて、何年やってたんですか。 一緒にそうですねそれこそでも1年以上になります11月23日がスタートの日でそれから1年去年で1年目を迎えまして、えー、今年の11月23日で2年目を迎えるところだったんですが半ばにしてチョックが次の夢を追いかけるということで今回ランドさんのまあ近くのね、えー 愛知の方に飛びまして。ということで、彼がまあ始めた番組なので、彼抜きではこの番組は続けられないということで、一旦ちょっと休止という形を取るということになりました。はい、そうなんですね。うん、私も毎回壊れかけのラジオには、はい、リスナーとして、ツイキャスっていうサイトからコメントで、アキラさんやチョックンさんをいじり倒しているんですけど。はい 放送が休止になるということを聞いたときはもうショックでもうラジオなんか聞いてあるかって思ったんです。<laughs> そこまで、そこまで本当に思ってくれてありがとうございます。はい、でも本当にここでちょっとぶっちゃけ話を聞きたいんですが、はい、ランさん、この、はい、ね、一応いろいろいじり倒しとかいじりがいがあるっていう番組だとは思うんですが、特にどの辺に魅力を感じましたか、この番組。毎回多業種の、うん ゲストの CP ファンを迎えるお<ー>されてたと思うんですけど、はい、まあそれ、なんか自分もあのお仕事をしてる身として、参考になったりとかすることもあるし、直君、はい、と直君、はい、のツッコミでボケるアッキーラさんがとても楽しくて。やばいね、なんかこれ話聞いてるとちょっと。 涙なしだ、は語れないで<も>ね。お収まらない、くなっちゃうんです、ね。たし <laughs> かに、それをリスナーがみんなわちゃわちゃするって、いうのがとても楽しかったんですけど、はい。まあ最近壊れかけのラジオ以外にも、聞いてたラジオが、終わっちゃったりとかしてて、うん、なんかとても楽しいな、い楽しいじゃい、<laughs> とても <laughs> 寂しいなって、思ってます。ねえ、じゃあまあそんな、まあ、でも、なんだろう、う一つ。 終わりがあればまた一つ始まりがあるので、なんさ、はい、またこれとまた違った番組をどしどし展開していく f m g n o そしてその姉妹曲 f m c o と、はい、両曲を本当にお,たお楽しみいただけたらなと思っております。さはい、うん、そうですね。そう。ですので、チョックンさんには、ここ、うん、ならじゃなくて、新天地で頑張ってくださいって応援したいと思います。いいねー。 アッキーラさんはほどほどにボケに行きます。<laughs> ありがとうございます。でもぜひ待ってます。だからね僕を、僕のこのボケをね、みんな拾い集めてとか、うまくさばいてくれるみんながいないと僕ね、本当にボケてしまうので、このままボケ老人になってしまうので、皆さんぜひ待ってます。はい。<え>なんかアッキーラさんからチョプンさんに。 メッセージありますかいやもう毎日伝えてることがメッセージになるので、はい、ラさんこれといってこうっていうのはないんですがまあ一番は健康に気をつけてっていうところが一番ですねはい、はい、そうなんです本当にあの病は気からじゃないですけどたまにちょっと元気ない時があるんですよラんクさんそう,、ね、そうラジオでお気づきかもしれませんが、はい、その時はね本当に心がちょっと なんだろうネガティブな方に走っててすぐ体調壊しちゃうので。はいうん、だからそこをね気持ちを強く持って体調管理を第一に頑張ってほしいなと思ってます。はい愛知に来て何か困ったことがあれば、うん、名古屋のダンサーズさんや小さにコミスキーさんやるので大丈夫ですって言いたいです。ね。 ど,うどんどんそのまたコミュニティラジオの輪を広げていってほしいなと本当に思ってますな。なートさんで先ほどね、えゆ、ー、名古屋さんのメンバーね、みんな、そうその本当に心強い方たちがたくさんいるので、本当に何も心配してないです。逆になんかそっちの方が楽しそうだなと思って。じゃあ、アキエラさんも、直に追いかけて、うん、名古屋に行きますかそうですね、まああの、長く滞在はできないですけど、ちょろっと遊びに行ったりとかしたいなとは思ってます。 にに来ていいいたただけた暁には名名古古屋屋観光をを案内ししようかしないかな迷います <laughs> どっちやねんっていうね、ちょっとラントさん、初めての僕やないですか、ちょっと。<laughs> あそうで、ね、ちょっと僕が見ました。<laughs> ね、でも、楽しみです。例えば、その、やっぱ、いつもラントさんがくれる情報、どこどこの食べ物、ね、こう有名だよとか、やっぱそういう、なんだろう、うん、美味しいもの食べたり、それこそ、ほら、 あの巡礼じゃないですけどランツさんが行ってる神社のねスタンプね,あ,ねあれを直に見に行きたい結構あるので楽しみはたくさんありますはいうん。ねまいち吉のところ行くならどこ行きますランツさん観光案内だったらベタですけど、うん、まあ名古屋城とかあ行きたいめっちゃ行きたい名古屋城はでも今入れなくて、うん、お城の中え工事ですか 木造建築に川村市長がしたいって言ってて、うんうん、今あの、木造建築にできるかっていう調査とかがあるので、でも、うん、そのお城入る手前に、本丸御殿っていう昔の将軍さんが住んでた家が復元されているところがあって、はい、そこは観光できるので、すごいきらびやかな襖とかがあったりするので、そこですね。いや、あ<こ>ぜひ行きたいです。 あとは国宝の犬山城。犬山城、聞いた。あれ、放送で桃太郎神社の話をしたかなあ、した、した、した。あるある、聞いた。うん、そこが、そのところにある犬山城とか、あとは日本モンキーパーク。モンキーパーク。はい、お猿さんがたくさんいるってこと そうです霊長類研究所っていう研究施設があってワオキツネザルとか結構いろんなお猿さんがいるんですけど<お>そこに岡本太郎さんの「若い太陽の塔」っていう太陽の塔があって、うん、あの大阪万博のところにあるのの若いバージョンみたいなのが立ってるんですね、うん、でそれを近くに行ってみれたりとかモンキーパークー いいいいねいいっすねすあとは博物館明治村っていう、うん、本当に現存してた明治時代の建物を移築してきてそこで復元してる野外の博物館があって<え> <私も S 2> 野外のおーすごいカンパスポートとか持ってる時期とかあって1年に56回とか行くぐらい好きだったところがあってそういうところもあったり。 あと、一日で世界旅行ができちゃう、うん、リトルワールドっていう <laughs> あの、世界の民族のお家が建ってる、<laughs> リトルワールドっていうところがあったり、ね、犬山は本当に面白いところで。いや、でも話を聞くだけでもすごい楽しみ。リトルワールド一番惹かれましたね、今話の中で。じゃねそれを、ね、見学しにぜひショックンの、なんだろうな、ね、みんなで行きたいなって思います、ね。ね、行きたいね。 そのの時はケイラさんのマネーでお願いしますあ僕ですね。虎のマネーぐらい持っていきたいと思います。だから、はい、そこでチョックのね、情報たくさん、だだ、こっちからだだ流ししといて、だだ漏れさせておこうかなと思って。ねそうそう。最近、そうそうそう。最近パーマかけたあいつ、ちょっと調子乗ってるぞっていうところとかね、なんかバンダナを最近してるぞっていうことで、バンダナとかなんか、<laughs> 直君に似合うバンダナとか結構あいつ頭に巻くの好きでそうなんですかそう結構汗かきなの直君って、えー、でそのあ、えー、そうそうその汗がやっぱりね下取りをして目に入ったりとかすると結構本当になんかびっくりするぐらい汗かいてんのチョッ君ってうミキサー入った時も,、えー、おもう脇の下びしょびしょだよやだ そんな直君さんとの思い出がね、うん、尽きないですけど。うん、そう。まず直君さんには愛知で仕事も仕事も頑張っていただいて、うんね、慣れたところあいにみんなでね名古屋で会いたいと思うので直君さん頑張ってください。うん、ああめちゃめちゃいいメッセージ。あーあー頑張って <laughs> お願いします。<laughs> いやー、伝わる伝わる。めっちゃいい。いいねー。そさ<あ>この放送を本人が聞いてくれるのか、うん、ちょっと不思議ですけど。いや、もうコメント、コメントするよ、絶対 <laughs>、はいね、あ<何>そう、コメントといえば、ラントさん、どうですか、はい、ツイキャスの方とか、ツイキャスやツイッターの方って何か届いてますか今日は届いてないんですよ。届いてないか。あ、そっかそっか。このテーマの、 本来は今日はテーマだったんですけど、急遽特番、チョックンの応援特番をしたので。いや、チョックンに届くといいな。そうですね。チョックン、あとでちょっと DM します。チョックン、明日のラントのラジオを聞いてくださいってします。いいね、いいね。聞いたら聞いたらそう、聞いたら返事くださいと。 それ一番いいぜひ、ラントさんまでどしどしチョックメッセージお願いします。お願いします。他の聞いていスナーさんもいろいろありがとうございます。ちょっと応援してください。でですね、8月の日から月ですか月月の曜日から、なんとですね、金曜日の22時にやっていた K&K ミュージックキャノン。 さんとカオンさんの番組がですね、チョックンさんとアキラさんたちの後を引き継いで、そうなんです何となるということで、コロマさんたそう、一つの楽しみです。福音をかぶってるカオンさんとコウさんが月曜日に現れるということで、初回放送は7日ですか ?7 日です。 なので、で、アキエラさんたちの最後の放送は明日なんですが、が台風がなんと沖縄に大接近中ということで、ひ、はい、ょっとしたらですね、MC さんたちの安全を考えて、うん、台風の時は臨時放送になる可能性がありますので、うん、皆さん、そこのところは、 もし台風が来て放送が休みでしたらごめんなさいということで私からも謝っておきますありがとうラントさん <laughs> はいじゃあ,あ今日もね楽しい、まあ、特番ということで、えーはい、約30分24分お伝えきしてきましたがラントさん思いを伝えきれましたか伝えきれたと思います OK よかったさあ残りがあと 1> 1分少々となりました、はい、来週のメールテーマは、うん、今日放送できなかった、はい、あなたの好きな小説は何ですかという、うん、メールテーマで来週はお届けしたいと思います。はい、あなたの好きな小説は何ですかですね、はい。来週は8月の6日の日曜日になります。バッチリです。はい、うん、じゃあ皆さん、うです合ってるね。はい、皆さん大丈夫ね。 大丈夫ですはいじゃあ来週元気にまた熱い夏暑い日が続きますが熱中症などに注意して、うん、来週も番組をお聞きください。お届けしたのは愛知在住 FMG のワンリスナーのラントとキラキラアッキーラでした。またねバイバイバイ,バイ。 ランツさんバッチリでした完璧です。はいはい